はい、カメラマンの村誠一です。今回はですね、画素数今ねどんどん高画素になってきてます。ライカイレブンも6000万画素ですね。本当にそんなに高画素は必要なのかっていうことに対して今日ちょっと触れてみたいと思います。銀座ライカ、京都ライカで人生初の個展をやらせてもらってるんですが、まあ、そこでですね、ライカイレブンの、撮った大きなパネルとですね、まあ、この写真集ですね、これに関していろいろ今回のことに対して話してみたいと思うんですね。果たしてじゃあ高画素って本当に必要なんだろうかって皆さんすごく迷われると思うんですよね。ライカというこの写真集の表紙はこれ M10R で4000万画素で撮ってるんですね。自分が昔から持ってるものっていうのは、こう15年前に持ってるのはこのM8 なんですね。でこの M8 っていうのも形はねそんなに変わらないんですよね。これね上の、まあ、このイゾフレックスを外してしまうとほぼ見分けがつかないですよね。これねもうちょっと厚みがあるだけでね、まあ、レンズの違いはねもちろんこっちは、ポズミクロンがついてるんですけど、ライカだけで撮った写真集なんですけど、これ表紙はアポズミクロンの35mm ですね、 F2 ですね。これは、まあ、4000万画素で撮ってるわけですけど F2 という開放を使ってるんですね。で開放のレンズっていうのは、まあ、これご覧のようにここのこの部分だけがピントが合ってて、あとは後ろに対して開放のためにボケていくわけですね、ずっと。でこのボケていく感じが裏まで行って1枚写真で、まあ、裏に行くとこの、まあ、ボケ味がまあ、素晴らしいボケ味を獲得できるわけですね。自分が言ってるのっていうのはこれですね、この写真、この写真集をね買われた方はよくわかると思うんですけど、まあそうね、これをお持ちでない方は、まあ、銀座ライカとか、京都ライカに行くと、これが、置いてあるので、まあ、ちょっと見てみてください。でこのやつっていうのがM8 で撮ってるんですよね。でこれ M8 で撮ってるんですけど、これって1080万画素でしたっけ、間違ったらごめんなさい。でこれっていうのは15年前のものなんですけど、これね現場でこの写真集をねご覧になってる人はすごいわかると思うんですけど、めっちゃくちゃシャープなんです。これめっちゃくちゃシャープで、もうディティールとしては他の、写真の、まあこの表紙は別としてもね、比べた時にもう遜色ないんですよね。遜色ないどころか逆にものすごく綺麗に見えるっていうかね。でこれもそうなんですよね。これも M8 で、撮ってるものなんですよね。でこういうものがその、まあ、自分が言ってることっていうのはこのぐらいの写真集で、やる時っていうのは逆に、高画素じゃなくてもね全然クオリティ高いっていうことを言いたいんですよね。でなぜかって言ったら、まあ、自分はね昔から、まあ、キャノンをずっと愛用してきてるわけだけど、まあ、キャノンのフラッグシップって言われてるものが 1DXM3 ですね。でそれが2000万画素ですよね。2060だったかな。その2000万画素ぐらいのもので、まあ、キャノンがフラッグシップをだということを考えていけば、何もそこでね高画素、まあ、R5 がね4500万画素っていうのが出てきたんですけど、まあ、そこでなぜフラッグシップである 1DXM3 が2000万画素でいるかっていうことを考えると、そんなにねここで見て分かるように、あの高画素じゃなくてもいいわけですよね。で、まあ、今あの銀座ライカでやってるエッフェル塔は、このライカ11で撮ってるわけですよね。6000万画素ですよね。これそういう拡大する時には、まあ、有利ではあるわけだけど、例えばポスターの場合でいくと、ポスターってね目伸ばしってことができるわけですよね。そうするとこのくらいのサイズで出したものを目伸ばしって何倍にも伸ばしてやるのが、まあ、広告のポスターなんですよね。でポスターの時ってのはだいたい離れて見るから、じゃあそのクオリティっていうことで考えていくと、まあこの中にあるようなクオリティで、ポスターは作れることができるってことですよね。そうすると2000万画素で自分もね、あの広告なんかもよくねポスターはね昔から作ってるんだけど、もう全然 1DX で、今までやってきてね何ら問題もなくクオリティ高くできるってことですよね。でそれはこの、まあ、写真集をねぜひご覧になっていただければ分かるんですけど、まあ、このクオリティってことですよね。ここの部分のクオリティを、
見ると分かるんですけど、上が1080万画素で M8 ですね。これで下が M11 なんですね。でこのじゃあこの上と下のこの違いを見た時に、多分この印刷だけ見たらもう目開けつかないと思うんですよね。まあ、皆さんが、まあ、高画素高画素っていうところでね行くよりも、まあ、自分が言いたいことっていうのはレンズのクオリティを、まあ、優先していった方が、本当にいいものを作ろうとした時はレンズのクオリティを大事にされた方がいいのは、まあ、アポスミクロンっていうのは、まあ、そういう意味ではね、まあ、キャノンのレンズにもない描写を誇るわけですよね。まあ、そこで、まあ、自分が言いたいことっていうのは、最終的に描写をすごくいい描写のものを出したいと思う時っていうのはレンズの選択が必要なわけですよね。今流行ってるオールドレンズなんていうのがあるんですけど、まあ、自分はその現場でも話をするんだけど、オールドレンズっていうのは結局描写が逆に周辺が落ちたりとか、それが若い人たちにすごい受けてると思うんだけど、まあ、自分はねオールドレンズに対してものすごい高いお金を使うよりも、新しいレンズに、こういうアポズミクロンみたいな新しいレンズに気持ちを注いでほしいってことですよね。このアポズミクロンでも劣化させるのは簡単なんですよね。ブラックミストをかけたり、そのようにこうしていけばいくらでも落とすことできるわけですよね。まあ、簡単なこと言えば息を吹きかけるだけとか、あとはメンソレーター、まあ昔だったらメンソレーターもレンズのところに塗ったりするだけで、ね、いくらでもストッキングをかけたりすることによっていくらでも描写を落とすことは可能なんだけど、クオリティ上げることっていうのは非常に難しいわけですよね。でそこで、まあ、ソフトでねシャープネスをかけたりすると、調子が硬い調子になるだけで決していい結果は生まないんですよね。で女性の場合っていうのは、この中にある女性ポートレートはこれアポズミクロンでやってるんだけど、こういうものっていうのは女性のこのポートレートっていうのは柔らかくしなきゃいけないわけですよね。最終的にはねライティングだとか、あとはその、まあ、ソフトの使い方によって柔らかいこう描写を作ることは可能なわけですよね。こういうふうにクオリティを上げるようなこういう方法っていうのはできないわけですよね。これは別に高画素にしなくてもこれは可能だっていうことを自分は言いたいわけですよね。レンズそのもののクオリティをまあ大事にしてほしいってことですよね。まあ、それを多分皆さんはすごく分かりにくいと思うんですよね。まあ、オールドレンズって今流行ってるからだけど、ね、画質を落とすことってのはすごい簡単なんですよね。昔でも自分はストッキングをね、グンゼのストッキングを使ってポートレートを撮るときにあえてねそういうものを使って思いっきり転ばして、それでレンズのいい描写のものを柔らかくしたりとかっていうことは、今はねブラックミストみたいなのがもうフィルターがいいのが出てきてるので、まあそれでまあできるわけだけど、そういうことを考えていけば別にオールドレンズなんか使わなくてもね、オールドレンズってすごい高いですよね今ね。まあ考えてみると何百万もするものもあれば、だけどまあねその価値的なね、まあヴィンテージ的なまあことで好みの方はこれはこれでいいと思うんですけど、まあそれだったら自分だったらね、最近新しいノクチルックスのね新しいタイプのやつ、まあそういうのをライカだったらおすすめします。その方がねやっぱり描写が柔らかくよりソフトにねクリアに見えるってこともあるので、まあそういうことも含めてね、まあ写真集を作る時にもこれっていうのはモノクロは全部これエアラスっていう紙を使ってですね、カラーもモノクロも、全部同じなんですよね。まあ、銀座ライカにも、あるんですけど、これっていうのは M10 モノクロームで撮ってるんですよね。でこれレンズはミノルタのですね昔の X700 につけていたマクロレンズを使ってるわけですよね。これ今これを手に入れようとすればほぼ今はまあ自分がねこれ紹介した時は1000円ぐらいで売ってたらしいんですよね。で今値段が少し上がって7000円ぐらいだけど、いいものだったら、まあ、1万円近く出せばもう相当いい状態のものがありますね。まあ、使ってたものっていうのはもう結構ね昔のもので、実際使っていたからそんな新品同様みたいなことはないんですけど、この間ね銀座ライカに来た方が買ったんですと、7000円で買ったのがって言ったら、それはもう本当にいい状態で、まあ、表面もね新品同様の状態で、まあ、手に入れられたってこともあるので、まあ、そういうのを探して、そういうのでマクロだからアポズミクロンの
35ミリみたいに、思いっきりよれてもっとよれるわけだから、まあ、そういうのを使ってやるとかっていうのをやればいいと思うんですよね。アポズミクロの35ミリっていうのを、まあ、比較的、まあ、多く使ってるんですけど、これからね M11 の多分モノクロームが出てくるんじゃないかというふうにね、 M10 モノクロームもねこれもう製造中止してるらしいですよね。でそう考えるとこれだって、まあ、これからねもう価値観っていうのが出てくるから、まあ、ライカの場合っていうのはね昔のものがみんな値上がりしてすごいこう良さを残してるから、まあ新しいの出たからもういらないんじゃなくて、まあ、大事にされてほしいと思いますね。 R ですけど M10R もすごく良くて、でこの北斗レンダーのねこうワイドレンズをつけて、まあ、こういうものもねやっぱりそのレンズをワイド思いっきりワイドにする場合は自分は北斗レンダーのこのねワイドレンズをつけて、まあ、やってるんですよね。でこういうものもそのキヤノンのねレンズを FD レンズをねアダプターをつけてね、使えば、1.252の1.2 とかね、まあ、明るいレンズ、まあ、の口とかっていうと同じようにはいかないと思うんですけど、でも、まあ、似たような描写っていうのはそこでもできるっていうことですよね。皆さんにだからその、まあ、そういうふうにね使い方をされてアダプターをうまく利用して、それでまあこういう M10R とか M10 モノクロームとか、まあ、それをねこういい状態で、使われることをお勧めします。参考でね、まあ、これを見て、まあ、インザライカ行けばあるのでこう見てね、で描写とかも、まあ、これによってねどういう描写が出るのかっていうのも分かってくると思うので、ぜひねこういうの手に取って、見てください。ネットでも販売しているので、ぜひね興味ある方はこれをねぜひ購入されてください。もうめちゃくちゃ綺麗ですから、これでこれっていうのはデジタル印刷なんで網点じゃないんですよね。で普通のオフセット印刷じゃなくてデジタル印刷だから、もう見たまんまが色光と同じものが出てくるってことですよね。でこの間在廊してる時にこれルーペで拡大してね見てくださいっていうことを言ったら、まあ、皆さんもねすごい分かった方、最初は 何のことか分かんなかったらしいですよね。でこれネットで、まあ、この YouTube で説明してると結構皆さん分かりにくいところあると思うんだけど、まあ、これもね、まあ、こういうところも、まあ、ぜひねルーペとかで覗いてそのオフセットとデジタル印刷の違いっていうのもぜひねその確認してください。でこのまあ、ファーストシーンっていうのもね皆さんと一緒に作ったものなんですけど、まあ、これも280ページでね、これはまあ6000円ぐらいだったんですけど、今はこれ B7 っていう紙なんですよね。で自分はまあオフセットの時に、まあ、大量にする時を考えたらコストってことを考えてね、まあ、あとは印刷に適した紙っていう意味では、まあ、B7 っていう紙が一番理想的なので、まあ、自分は好きでよく使ってます。これは、まあ、エアラストもちょっと似てるんですけど、まあ、エアラストの方がより、紙は質が高いし値段的には倍ぐらいするんですけど、まあ、その良さがあるっていうことをぜひね、皆さんもね、こういうことをね頭の中に置いて、写真撮るといいと思うんですよね。高画素だけがいいんじゃなく、こういうような、まあ、雑誌の中で、まあ、使っていくってことを考えたら何もそんな高画素だけがね廃描写になるわけじゃないですよね。高描写、ね、高精細になるわけじゃないってことをぜひね頭の中に置いてやるといいと思うんですよ。だいたい昔からね1800万画素ぐらいがもうあったらもうベストで、それ以上はね結局縮小サイズして雑誌に合うようなところに結局リサイズするっていうのが印刷になってしまうので、まあ、この辺のところも、ぜひね頭に置かれて、やってみてください。また、分からないことあったら、コメントでぜひね書かれたらまたお返事差し上げます。それと在廊中にですねそういう質問にも答えたりしてるので、ぜひね自分が在廊する日にちをまあ、
知らせたりしますので、ぜひねその時に、銀座ライカ、京都ライカにもお越しください。これからもよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。